ずちゃんです。文旦です。今日も動画見てくれてありがとうございます。今天要跟大家报告一件事情，就是其实我跟文旦前日确诊了。那我们两个现在都已经复原了，就请大家不用担心。かかった時はまさかと思いましたけど、まあ今はもう治ってますんで、皆さん大丈夫です。那这里也跟大家简单讲一下我们两个这一次的症状。首先就是我的喉咙开始先痒痒的，然后第二天就开始发烧，烧到39度多，39度的高温差不多持续了2天，后来就是一直咳嗽，一直咳嗽，然后开始出现一些失去嗅觉跟味觉的状况。我们文章变成我的浓厚接触者。ルーちゃんがコロナに感染したと分かった時点で、会社からはもう出社するなと言われました。その後に実際私もかかってしまったんで、2週間ぐらいの行動履歴を会社に提出するように言われました。まあ症状についてなんですけど、私もルーちゃんと同じで最初喉が痛かったんです。あと体がちょっとだるくなったんですよね。次の日に私の場合は39度6分ぐらい出て、4日目5日目ぐらいからはもう熱は下がってるんですよ。なんですけど、もう味覚と嗅覚がもうほぼない状態で、一番辛かったのがお肉を料理したんですよ。焼肉ソースを入れて炒めて、それを食べた時にお肉が全く味しなくて、どんなに焼肉ソースを入れても全く味しなくて、もう本当にゴムを食べてる感じ。あれ本当辛くて、あれからちょっと1週間ぐらいね、豚肉が食べれなかったんですよ。那确诊之后呢，我朋友就跟我说，可以跟东京都申请他们的防疫包。虽然说防疫包其实就是防疫箱，就是大家看到的这三箱只是一人份哦。これが一人前ってすごいですよ。他们的顺序就是说，你确诊之后就可以到东京都的网站去申请，你要申请这个生活资源物资，填写一些你的基本资料，还有你是在哪一家医院确诊的，还有确诊的日期，那他们就会请专人把这些防疫物资送到你家的门口。那因为是要避免接触的关系，这些防疫物资是直接放在家门口，不是直接这样送到你手中。因为文章比我晚确诊的关系，所以他的东西就比较晚送来。我的送到家里之后呢，我跟文章真的太震惊了，我们到现在都还在吃。因为我们两个也确诊的关系，所以我们两个也是尽量不想出门，不要传染给别人。但是我们要生活，还是要吃东西，所以真的非常感谢就是东京都政府，他们有提供这些东西送到我们家，让我们两个可以在家里好好度过这个隔离时间。東京政府ありがとうございます。本当ありがとうございます。ルーちゃんめちゃくちゃ喜んでました。我夜の12時ぐらいでピンポンに押されて、何何でめちゃくちゃびっくりして、届いたらまさかの声だったんですよ。それでね、深夜に来てめちゃめちゃびっくりしたよね。最初は本当不審者か、もしかしてうるさすぎて隣の人から苦情が来たのかなともちょっと心配してたんですけど、ルーちゃんめちゃめちゃ喜んでてね。いやー元取ったぞーって。そうそう、言ってないよ私。まあそんな元気じゃないんですけど。そう、でもめちゃくちゃ嬉しかった、本当助かりました。これのおかげで家出なくてもよかったっていうのがあったんで、すごい助かりました。でそれで中のものがもう豊富しすぎて、もうぜひ今からみんなに見せたいと思います。那现在我第一视角给大家看一下他们这个超浮夸防疫包。首先呢，他们有三箱，第一箱、第二箱，还有旁边这箱小的。旁边这箱小的呢，就是一整箱的水。那我们文章打开给大家看一下。ルーちゃんから今カッターもらいました。ですけど、ここら見てください。カッター禁止です。很讨厌呢。なんで、手で開けていきます。哇，文章手好白哦。噔噔噔噔，六大瓶水，我们两个人就总共是12瓶。一瓶是2公升，分量超多的。いや嬉しいね、やっぱりね、水がないと生活できませんから。他们送这一箱水，我真的觉得超贴心的。就算喝不完，也可以拿来放在家里，就当防灾用的。水はね、本当あったらあった分だけいいんで、とても嬉しいです。那接下来是我们两箱物资，我们先从这一箱开始。当お願いします。这一箱真的超大的，非常非常的浮夸。我那时候拍给我爸妈看，他们全部都傻眼。哇，好多！好，那大家看，一打开呢，这里有写新型肺炎给我们自宅疗养的人的一封信。那里面就是一些居家隔离要注意的事项，然后跟大家说，就其实除了可以跟他们申请这些资源物资之外呢，还可以跟他们借血氧机。我觉得东京都在这方面真的是做得非常的好。然后这里也有写，如果你的身体状况在居家隔离的途中突然恶化的话，要怎么处理？那这些是包含一些身体恶化的时候会有的症状，他都帮你写清楚了。然后是丢垃圾的方法，因为要避免扩大感染的关系呢，他们这里有教大家说你要怎么样处理自己的垃圾。然后还有这一张，我个人觉得真的是非常非常的贴心，是过敏原饼。
表，他们这里有记载这次每一样食物共有哪些过敏源，就怕大家会吃到一些会让自己过敏的东西。那我们正式来跟大家说有什么吧。首先是这个泡面，等等，这个泡面超好吃的，我跟文章说吃得很开心。这个泡面呢，总共有三盒，然后有一包立顿的红茶，然后有一瓶健康饮料。これはあのご飯のところに混ぜておにぎりとかあとふりかけとしても使うやつですね。見て見て。スパゲッティ作れますよ皆さん、いろいろな種類の。これめちゃ優しいよね。有ミートソース、カルボナーラ、もう一つのミートソース、もう一つのカルボナーラ、しかも全部違うブランド。味はちょっと違うかもしれないで、楽しみです。然后我们大家看一下，还有这种低卡的健康饼干，总共有四包，有香草口味，还有抹茶口味，总共是四包饼干。然后 ，Oh my God， 我们两个收到这个饭超大的帮助，日本他们的微波饭包总共有十包，十食分。そう、これめちゃ助かるよね。やっぱあのコロナの時って本当何もする気力が起きないから。自分でご飯炊くのももちろん簡単なんですけど、本当やりたくないんですよ。だからもうこういうねチンのご飯めっちゃ助かります。個人的にこれめちゃくちゃ助かる。野菜生活。そして2個あります。いいね。やっぱね野菜もね取らなきゃいけないので。野菜生活こういうので取れるのがいいですね。そうしかも美味しいんですよ。そう美味しい。然后还有两个能量棒，它的口味也不一样，有白巧克力跟黑巧克力两种口味。あ、これも似たような系統のやつだね。そう、然后这个好像是豆乳棒。接下来是我们两个也超爱的宝矿力水的，果然生病的时候就是要喝宝矿力水的。やっぱ風邪ひいた時は。海水だね。また同じの話。カロリーメイトといったら基本的にこういう固形物のね食べるスナックなんですけど、これはね飲み物、カロリーメイトのカフェオレ味。これねタンパク質とかビタミンとか、まああとミネラルとかなんか必要なね栄養素が入ってるめちゃめちゃいい飲み物となっております。然后是三个罐头，有综合水果罐头、水蜜桃罐头、尾鱼罐头，这个就可以拿来配饭。こういう全部常温で保存できるものでいいよね。ね、しかもこれ防災の時にも使えるしね。めちゃめちゃいいね。那现在我们文章要开第二包，我真的是那时候收到都觉得太夸张了。じゃあ打開。我们文章真的是越来越会讲中文呢，真的好厉害哦。厉害でしょ？嗯，超厉害。哇！满满一箱，天哪！ちょっとなんかごちゃごちゃになってるけど、最初はパスタだ。Oh my god！ 因为他们刚才有附意大利面酱，关心他们当然也有附意大利面让我们做料理。然后是两包可以常温保存的肉丸。あ、これじゃあ別に温めなくてもいいってことか。そう。便利だね。前私食べたよ、私の分で。然后又是泡面，他们这个是山菜荞麦面。あれこれ前なかったな、ルーちゃん。なかった。いや、変わるらしいよ、中のもの。そう。然后是天哪，豆皮乌龙面，这个文章超爱的。これのね、特大の方いつも買ってる。キツネが2枚入ってるやつ。ありがとう。那这个山菜荞麦面跟豆皮乌龙面各是两包，所以总共是四包粥。日本人真的生病一定要吃粥。那白粥呢，总共有三包，然后还有一瓶卡利斯的咖啡，那这是无糖的黑咖啡。まあ俺とルーちゃんね、コーヒー飲めないけど、牛乳入れたらカフェオレになるので楽しみです。然后是我平常就很喜欢喝的ダカラ，耶，これもいいね。俺とルーちゃんダカラ好きだからね。嗯，ありがたい。大家看文旦旁边已经有这么多，我们到现在还没有开箱完。然后是。综合小豆子，它是没有加食盐的。然后是这一瓶饮料也出现了。然后是果冻大集合，果冻呢总共有六个。めっちゃある。ね、喉が痛い時にゼリー食べたいよね。なんかね、何もね、食欲湧かない時にいいよね、ゼリーって。然后是尾鱼罐头，它这是酱油风味的。烤鸡肉罐头，我那个时候没有这个。哇，这个超赞的。まあ焼き鳥の缶詰って美味しいよね。いいね。しかも2025年まで持つので、結構ね持ちます。うわー、卵スープがいっぱいある。これねもうお湯入れるだけでねもうささっとこんな感じでね食べれますんで、これもめちゃめちゃ便利です。哇，明太子意大利面，我最喜欢明太子意大利面了。文丹，还有意大利面的。俺とルーちゃん大好きだからいいね。然后是紫苏的调味料，这应该是可以加在沙拉上的。还有海藻沙拉的干燥包，然后依然是海带蛋花汤，还有味噌汤。那还有中华冻跟亲子冻的料理包，总共四包。这个也是加热白饭之后再加上去就可以直接吃了。然后还有一整包的中辣咖喱，这里面有四包。还有这种很方便喝的能量果冻饮料。除了文章拿的两个之外呢，还有两瓶这个，这个是葡萄口味的。あ、僕の大好きなビタミンだ。よかったね。で、これが終わりです。
空っぽ。那这个就是我们一人份全部的量，是真的很浮夸，很夸张。本当東京都政府に感謝です。好了，大概看到就是全部一人份的物资，真的多分一些物资，我们就可以完全不用出门了，好好过生活。如果住在日本的观众，你也不小心确诊的话呢，真的可以跟他们的政府申请一下。我记得好像不只是东京，就其他都都有。那因为我跟文档物资送到是有隔一点时间，所以我们两个里面内容比较不太一样，但是都还是非常的丰富。好，那也请大家好好注意身体，谢谢大家来看我们今天这支影片，我们下次影片再见，大家再见，拜拜，拜拜，皆さんも気をつけてね。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても、お祭り。